サムロイドはアメリカのパズル作家でレクリエーション数学者。サムロイド1841年フィラデルフィアに生まれる。14歳の時に初めてロイドが考案したチェスのパズルが雑誌に掲載され、間もなくチェスマンスリー氏をはじめとする多くの雑誌や新聞でパズル欄を担当することとなる。1870年頃になるとチェスパズルへの熱が冷め始めたロイドは数学的なパズルや 反則用のパズルに取り組むようになった。1878年には15パズルを元にして、作ったパズルに1000ドルの検証金をかけて発表した。このパズルは大変売れ多くの人を熱狂させたが、このパズルには、実は、解放がなく、この検証金を手に入れた者はいなかった。15パズルそのものは、ロイドの著作ではないようだが、この検証によって15パズルは有名になった。 タングラムのファンでもあったロイドだが700ものオリジナルのタングラムの問題を載せて1903年に出版された著作ザ・エース・ブック・オブ・タンの中でタングラムは中国で発祥し4000年もの歴史があるとの話を紹介した実はこれはロイドの創作で多くの人が騙されたようであるただその発祥については中国とする説が有力である生涯を パズル制作に費やし、この他にも、トリックドンキーや、小馬のパズルをはじめとした多くのパズルを残している。同時代のイギリスのパズル作家、ヘンリー・アーネスト・デュード・ニートも影響を与えあったようで、ある。これらのロイドのパズルは、ロイドの死後、ロイドの息子によって編纂され1914年に、出版された、サイクロープ・ディア・オブ・パズルズにまとめられている。右の問題は、ロイドの 最もよく知られているチェスプログレムの一つである。白から始めて後手でメイトになる。ロイドはある友人を相手に作為手順でメイトした以外の駒を一つ当ててご覧という賭けをした。友人は一番可能性が低いと考えて B2 のポーンを選んだという。この問題は白が最も考えにくい駒で、 チェックメイトするという回答条件と共に1861年に発表された。ロイドはこの問題をヘンリー・ワーズ・ワースロングフェローの死にちなんでエクセルシオールと呼んだ。トリックドンキー。ありがとうございます。